国鉄900系蒸気機関車。900型は、かつて、日本国有鉄道、国鉄及びその前身である、鉄道院、鉄道省等に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、日本鉄道が、アメリカ合衆国のスケネクタディ社から1898年、明治31年に輸入した近距離、快速運転用機関車で、1906年、 明治39年の国有化により、間接鉄道に編入されたものである。1893年、明治26年8月に、上野から秋葉原経由で、中央停車場、東京駅に至る、高架線の建設を出願した日本鉄道が、中央停車場から赤羽、大宮に至る、郊外列車の運転を計画した際に、 スケネクタリ社に発注した、車軸配置2から4から2、2気筒端式の飽和式タンク機関車で、1898年に26両、製造番号4863から4888が、製造、輸入された。日本鉄道では、S2、4五550から575と称された。動輪直径が大きく、固定軸距が短いため、 小回りの利く快速な機関車で、同コンセプトにより、山陽鉄道が、ボールドウィン車で製造した950型と並び、称される存在である。動輪直径は950型よりも小さい 1422mm で、あったが、これは、当時の本線旅客列車用機関車である B25 系、あとの6600系と合わせたものと思われる。運転室は、密閉型で、 ボイラーの過失は道輪の後部に置かれて大部分が運転室の中に収まっており煙室側部からは支柱、ブレースが伸びて全端張りを支えている。ボイラーは細く大型の側水槽によって煙室部以外は側面からは見えない。運転室に接近した大二管道上に汽笛と安全弁を併設した蒸気ドームが設けられており砂箱は その全部に設置されている。川水槽は角型であるがグーブに丸みが付けられている。配属は田端、大宮、宇都宮で、主に東北線の上の大宮間で使用されたが、山手線では使用されず、一部は田端隅田川間の貨物列車の経引にも使用された。しかし、中央停車場は間接のため、いつ完成するかわからなかったため、 余剰車の一部は、水戸に転用された。水戸の配置車が、常磐線で使用されたのか、水戸線で使用されたのかは不明である。1906年5月末時点の配置は次の通りである。1909年、明治42年、施設鉄道国有化を受けて制定された、鉄道員の車両形式称号規定では、900型とされ、900から925と解消された。 鉄道院では、いずれも、東部鉄道管理局の配置となったが、移動はあまり行われなかった。これは、実測の結果、最大熟重が14トンを超えることが判明し、転用先が限定されたためであった。1931年、昭和6年に908、909、912が、廃車され、残りの23両の配置は次の通りであった。 入れ替え専用が11両、第1種旧車、第2種旧車が、各6両で営業列車に使用されているものは、この時点で1両もなくなっている。は、入れ替え専用、河川は、第1種旧車、河川は、第2種旧車。その後、1935年、昭和10年3月末までに旧車のうち914を除く11両と9 0 5 916が廃車され、残り10両のうち、各1両を横川、軽井沢に残して、8両が田畑に集められた。これは、隅田川駅構内に、日本鉄道以来の急曲線が残っており、固定軸距の小さい本形式でなければ、入線できなかったためと言われている。この頃には、ヒノコの飛散防止のため、煙突先端部にダイヤモンドスタック型のヒノコ止めが、設置されており、 密閉型の運転室内の温度を下げるため、側面倉庫に通気口が設けられるなどの改造が行われていた。この重量体制で太平洋戦争後まで残り、1950年、昭和25年9月末には3両、900、903、911を除く7両を、902、907、913、914、916、921、 923型バタで入れ替え用に使用されていた。しかし老朽化も進み主大枠に亀裂が入るようになると墨田川駅構内の線路を改良して2120型に置き換えて廃車が進み、1953年昭和28年には墨田川用品庫の構内で使用するために90万2914、921の産量が残るのみとなった。そして、 DD11 系ディーゼル機関車が配置されるようになると1954年昭和29年末には第一支級車となり1955年昭和30年1月に廃車され消滅したこの時機関車に締め縄を張り未木薬物を備え侵食による乗りと創乗の後職員代表の国別感謝の辞と一同の玉串拝礼があり国別式を行ったという なお保存者はない。軸重が大きかったこともあり、払い下げは1940年、昭和15年に、八幡製鉄所に移った一両、915、のみである。同所では353とされ、先はお撤去して0から4から2型として使用されたが、側水槽、蒸気ドーム、砂箱の交換や運転室の石灰など原型を、ほとんど止めない無残な姿となっていた。 また、上都でないが、流山鉄道が1948年、昭和23年に9 2 3を借り入れしたものの、線路をひどく損傷したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。